皆さんこんばんは、ワドです。2018年、1月の11日、夜中の1時26分です。お疲れ様です。放送終わった後、ずっとね、シルバーの政策について、ミーティングにミーティングを重ねておりました。今日はトレーニング行けなかったですけど、すごく X さんとね、深い話というか、シルバーに対するお互いの、なんか、こう、意気込みであったりとか、思いとかをめちゃめちゃ話して、何時間ぐらい話したかな？6時間、7、8、結構何時間も話しましたね、本当に。かなり、シルバー、新しいね、技法とかも、教わったりとかしながらしてたので、ちょっとトレーニングできなかったんですけど、あと、のんちゃん、家に帰ってきてから、ちょっとのんちゃんが落ち込んでたんで、家族ミーティングをしてました。今帰ってきて、ご飯食べ終わったところです。ちょっとね、最近放送頻度が激減してて、生活が苦しかったんで、ちょっと一枠頑張ろうと思って、枠を開きました。楽しんでいってください。いや、もう大変だね。やることが多くて、時間がもうとにかくない。時間がとにかくないっすよ。大変。でもね、なんかね、今回はね、すごくいいものができそうっすよ。すごくいいものができそう。なんかものづくりはすごくいいなと思ってますね。なんかその中勤の勉強、中勤じゃねえや、刻印の勉強してきましたよ。刻印の勉強。これがそうなんだけど、ちょっと待ってね。今大きくしようね。あ、これでかすぎる、でかすぎる。これがそうなんだけど、ちょっと今再生してみようか。今ツイッターにこの動画上げたんで、もしよかったら後で見てみてください。こうやってね、タガネっていうので、今回真鍮で練習してみたんですけど、シルバーのね、刻印を打つ練習をしてきました。あと皆さんにね、プレゼントするときに、プレゼントっていうか、販売していただいた方にね、無料でやる刻印の練習をしてきて、これね、シルバー925って入ってますね。こういう練習をしてきました。結構大変だったわ。でもなんかこう、なんかね、こう、新しい、こう、技法みたいなものを教わって、どん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 先の展開に、が見えてきて、いい感じだなっていうふうに思ってますよ。どん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 前に進んでるなっていう。初太郎さん、こんにちは。いらっしゃい。髪の毛、あれですね、バーバースタイルっていう、なんか流行りのやつ、今流行ってるんで似合うと思うんでって言って、あ、お任せしますって言って、バーバースタイルっていうのにしてもらったけど、俺はちょっとよく分かってない。 あんまりおしゃれとかに敏感じゃないんで、お任せしますって言って、なんかアメリカの床屋さんで流行ってるスタイルらしくて。ああ、峰さんありがとうございます。初見さん、パフェありがとうございます。
よろしくお願いします。すいません、初見さんなのにアイテムいただいて、バーバースタイルっていうらしいです。あのバーバーって床屋のバーバーババースタイルじゃない。アメリカ人でババアがこんな髪型してたらいかつすぎるでしょ。バーバースタイルっていうらしいですね。バーバーヘアとかバーバースタイルって、そのバリカンで深く刈り込むスタイルみたいですね。僕は全然よく分かんなかったんですけど、はい、まあ、髪の毛短くしようと思って、美容師さんにお任せしましたね。なんかアメリカからいや、ババースタイルではないですね。あのアメリカからそのバリカン仕入れてるらしくて、なんか結構こだわっててやってみたいスタイルだったらしいですよ、その美容師さんが。うん、2ブロックなんですけど、もっとその段をつけてこう刈り込みが激しいのと、あと ここ何段かになってるんですよ。だからそのバーバースタイルで検索すると出てくるんですけど、2ブロックの進化系っていうか、もうちょっとこうなんて言えばいいんだろうな、ちょっと進化したような感じのスタイルですね。カチッとしてるっていうか。みーまーま、こんばんは、お久しぶりです。最近夜放送してなかったから、なんかちょっとメンバーが違いますね。2ブロックは2ブロックなんですけど、もっとこう直線的にガーっていってて、そのまあ僕のセットがちょっと2ブロックっぽくしちゃってるんですけど、流す感じのスタイルですね。なんかスーツとかジャケットとかでこうバチッと決めるようなスタイルに近いかもしれないですね。僕がセットが下手くそなんで、あのこんな感じになっちゃってるんですけど、もっとうまくセットしてもらってましたね、前、さっきを、さっきつか切った時は。それでも多分1ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、私はドレッドです、今。ああ、かっこいいですね、女性でドレッド。トフン取って、いや、あの今はちょっとうまくできてないんですよね。もっとこうオールバックでカチッと流すっていうか、こうピタッと流すっていうか、なんて言えばいいんだろう、誰がやってるかな、うん、なんていうか、ちょっと難しいですね。僕がセット下手なんで、こう跳ねちゃってるんですよね。うん、はい、こういう、まあまあ2ブロックのちょっと尖ってる感じの、角がってる感じですね。ドレッド大変ですよね。僕やったことないんですけど、友達が一回編み込みとドレッドやってて、なんかもう大変みたいですよね。なんかその頭洗えないんですよね。うん、ふわっちの勢いがなくなったよ。どうした？ふわっちでの勢いがなくなった、どうしたよ。あー、勢いか。確かにね、配信者としてちょっと体重をどこにかけるかっていう話になってくるんですけど、あんまり配信者するスタイルがちょっと先が見えなくなっていて、自分の中で。で、その結構その未来を自分なりに考えていて、その配信者っていうのがちょっとダメになるとは思ってるの。よくはなるんだけど、いずれ食われるなっていう、芸能人とかに食われていくような未来とかも見えてるから、ちょっとね、体重のかけ方とスタイルを変えてる感じはあるかもしれないですね。うん、ドレッド髪の毛洗えないらしいですよね、確か。うん、大変ですよね。まあ詳しいことは分かんないですけど、なんか油を刺すとか、なんか油をなんか刺してましたね、友達は、若い頃。うん、まあ女性でドレッドとかすごいかっこいいとは思いますね。奇抜なスタイルは結構好きなんで、うん、なんかかっこいいですね、普通に。ふわっちの勢いか、どうなんだろうな。なんか俺が今目標としてることは、あのなんだろうな、純粋にその短距離走で走り抜ける強さじゃなくて、なんかこう自分らしく長距離で走っていける強さみたいなのがあると嬉しいなと思って。ケンケンさん、ありがとうございます。
風船ありがとうございますっていうのはちょっとありますね。なんか自分らしくコンテンツを作っていきたいっていうのと、本当にやりたいことをやろうっていう風に決めていて、あーカムさんいつもありがとう、ハートありがとう、楽しんでってください。でそういう感じですかね。なんかこうなんだろう、変なこう神会とか煽り合いとか、なんだろう、売名とかもう結構なんかやってきたからもういいかなっていうか、そこにはあんま才能ないかなと思ってて、配信カーは名乗ってますね。はい、こんばんはみっこさん、風船ありがとう、リコさんハートありがとうございます。おーリカちゃん、バガありがとう、よろしく、ありがとう、うん、まあそんな感じかな。あんまり生主っていう文化は、あんまり好きじゃないのかな、どうなんだろうな。なんか普通に配信を楽しんでいきたいですね。普通に配信を楽しんでいきたい、マイペースに。配信だけじゃなくて、いろんなこと、自分が興味あることを、いろんなことをトライしていきたいし、配信は手段だと思ってますね。何かやりたいことを表現するときの、でそれを応援してくれるこう人たちがいるといいなっていう風に考えてるんで、そういう活動は力を入れていきたいなと思ってすごく頑張ってやってますね。はい、大変ですよねミーネさんね、ドレッドね。いやおしゃれは我慢って言ってましたね。その友達はすごいファッションリーダーで、すごいおしゃれで、 ありがとうございますミーネさん、花火ありがとうございます、ありがとう。ミーネさんから花火いただきました、ありがとうございます。なんかこう自由にこう肩の力がいい感じに抜けて、でなんかこう気の合う仲間たちと出会っていけたらいいなっていうのが本当に思ってます。だるまさんパチパチありがとう、ミーネさんにねパチパチありがとう、だるまさん。なんかこう今その2つ、まあ3つかトライしていて、まあ配信での活動っていうのと、捨て頃2で勝つっていうことと、あとはシルバーアクセサリーのブランド立ち上げるっていうので、3つのタスクを同時に行ってるんで、なかなかこう本当に時間が足りない生活が始まったんですけど、このねチャンスはすごい大事にしたいなと思ってます。そうですね、なんか身近にいる人たちとか仲間とか友達とかがこうハッピーになっていくのはいいっすよね。自営なんすか、はい、だからなんかこうみんなでこう仲間たちでこう盛り上がっていったらいいなっていう風に本気で思ってます。はい、若津だるまさん、和道さんが職人の正しい道を歩んでいるから叩きようがなくなったと思うんですが、いや叩く、なんか無理して叩こうとしてないいや職人っていうわけじゃないんですけど、やっぱりその最終目標はちゃんとブランド一発に立ち上げたいなっていうのが目的でやってて、みんなに愛されるそのシルバーブランドを作りたいなと思ってて、で今日もその X さんっていう30年やってる人とお話をしてきたんだけど、すごくもう何時間だろうな、もうほんと8時間ぐらいがっつり話してきて、で技術も教わってきて、でお互いの思いとかも本当に交換し合えて、すごく嬉しい言葉とかいただけたんですよ。その実は X さんアルコール中毒で、まあ配信見たことある人だったらわかると思うんですけど、結構そのお酒が入ってしまうっていうのが、まあ僕知らなかったんですけど、アルコール中毒、お付き合いが始まってから気づいたんですけど、で今日いきなりこうスタジオに入って、実はちょっとプレッシャーかけるつもりでも恩着せるつもりでも何でもないんだけど、俺和道の捨て頃が終わるまで6月まで酒立つことにしたわって、で俺が誘ったことだから半端にやりたくないし、なんかこう毎日毎日こうやってシルバー何時間もそのやってくれてるのがすごく嬉しくて、その俺もその酒に逃げてるツールになっちゃってたところがあって、自分でその酒を飲んで逃げてて、自分でもどうしようもなくてって言ってたけど、今日お会いした時シラフで、
で、俺酒立つからって言ってもらえて、なんかすげえ泣きそうになって、なんか和道の放送のおかげで俺ちょっとその X さんにもやりたいことがあって、そこに向かって同じく走ろうと思えるようになったからありがとうって言ってもらえて、でなんか俺が何したわけじゃないのにさ、チャンスいただいた側の人間じゃん、チャンスをもらった側の人間なのに、なんか俺がありがたいっていうのしかないのにさ、そうやってなんかアルコール俺は断つよって、俺本気でやるよって、で俺もその今回ね、このプロジェクトが山のものとなるのか海のものとなるのかわからないじゃん、正直成功するのかただの大失敗で終わるのかわかんないけど、全力でその本当にやるつもりでやってるんで、本当よろしくお願いしますって言って、うん、あ、ありがとうみー姉さん今ねペンダントトップを作ってるんですよ。でシルバーの世界何にもやったことないのに、その生主やりながらずっと昔からシルバーブランド作りたいっていうことを言い続けてて、でそしたらそのシルバー作りを30年近くやってる X さんっていうリスナーさんから、実は俺シルバーのスタジオ持っててって、ずっとこの業界やってきて、ワードをそれをやろうよって言ってもらえたんですよね、うん、いやホッとするし、なんかいろいろこう込み上げてくるものがあるんだよね、うん、込み上げてくるもの、うん、頑張る、あんこさんありがとう、頑張ります、うん、なんかねそういうのはね、ほら ひどい言葉とかさ、ひどい誹謗中傷とかさ、すごい受けたりする世界だから、そういう風にね、ロムセンさんなんだよ、もともとは X さんは。だから1回しかお会いしたことなかったの、1年かそれくらい前に。でその時、いやもっと昔からずっと見ててっていう話をしてもらってさ、でひどいこうことも言われるわけじゃん、この業界だと。そんな心当たりもないこととか、ポンプとかハトとかくだらないと思ってて、ただの叩きとかで、そういうのに傷つく毎日だけどさ、そういうなんか本当のリアルな声で目まっすぐさ見てさ、こう一緒に夢叶えようって言ってもらえるのって本当奇跡みたいに嬉しいなと思ってて、うん、ありがとう。フォローぜひぜひお願いします。YouTube もあのチャンネルやってるんで、もしよかったらチャンネル登録お願いします。なんかこう、足の引っ張り合いとかさ、ディスり合いとかじゃなくて、こうやってその、お互いに夢叶えようって、ね、みー姉さんも、私も自営やってて、一緒にこう、ね、応援するよって、シルバー買ってくれるよって、初見さんなのにこうやって言ってくれる人もいるから、だからなんか本当に形になったら多分、すげえ面白いなと思って、まずは商品を、ね、作るっていうことを、自分の納得いくものを作ってこう具現化する、でそっからまた勝負が始まってさ、今度はその買ってくれるお客さんを探すっていう、で今度売れていったら、今度そのね一人歩きしていくわけじゃん、商品っていうのが。でも俺はその配信者のグッズとして今回これを出すっていうわけじゃなくて、実はその俺の名前っていうのはそのブランド名には入れるんだけど、あんまりその配信者のグッズを前面に出していこうっていう考えじゃなくてさ、このジュエリーっていうのをさ一人歩きさせたら完成なのね、自分の夢が。なんか俺のことを知らない人が買ってくれた人が一人でもいたら、その時点で勝負は勝ちだと思ってて、え、配信者の和道が作ってたのってとか、配信やってる人だったんだってなったらいいなって思ってるかな、今は。今はそこに向かって3年間は走ろうと思ってて、うん、そんな感じです。まあまあ、いろいろ遊びは本気でやっていきたいなと思ってるんで、もしあの付き合ってくれるあの気のいいリスナーさんがいたら嬉しいなと思ってますね。気のいい仲間ができて、なんかこう面白くできたらいい。商品だけで勝負ってわけじゃないけどね、もちろん腕も磨いていきたいし、さっきも話したけどツイッターに今日教わった技法とかもつけてるし、そのなんだろう、いろんな多分そのショップを出したりとかも目標だから、もちろんそのすぐにできるものじゃないから、ショップとかっていうのはそのシルバーのラインナップ増やしていって、売り上げ確立していって、でみんなが知ってるようになって
なる手前ぐらいに、そのね、ショップ構えたり工房構えたりっていうのが俺は正しい手順だと思ってるけど、でもゴールだけはしっかり見てないと現場の仕事に追われちゃうから、ただシルバー作ってるとかロウソク削ってるだけじゃなくて、ちゃんとビジョンを見てさ、やりたいことを明確にしながらそこに向かって走ってるんだっていう感覚は持ちながらね、ちゃんと毎日の作業を取り組んでいきたいですね。夢は絶対叶いますね。うん、夢は絶対叶います。はい、全く同意見です。なんかその自分が今まで32年間生きてきたその思いとかをこの商品にバーンってぶち込んで、だからそのなんかこう夢が叶うじゃないけど、魔法の鍵っていうかマスターキー、今回ペンダントトップで鍵作ってるんですけど、なんかこうみんなの目標とか夢が叶うっていうのをその俺が証明してやろうって、みんな扉、夢の扉開けみたいなのが今回のテーマで、うん、マスターキーですね。アグリンこんばんはあれ鮫島さんのところ行ってなかった、こんばんは。なんかそんな感じですね。でもとは言ってもまあ生活苦しいってタイトルなんだけど、実はそのジムに通い始めたりとか、その例えば今日トレーニングしなきゃいけなかったんだけど、やっぱりシルバーのことも本気でやんないといけないから、御徒町に行ってその必要な工具っていうのを買ってきて、その工具代とかもさ、いろいろ関わるわけですよ。あれあれ、あったあった。そう、例えばその今柔らかいワックスって言って青を使ってるのね。これがその青っていうワックスなんだけど、でも今度、今まではそのね、ナイフで削り出してカービングしてたのを、そのままじゃダメだと思って新しい素材を買ってきて、あの新しく出たばっかりのターコイズっていう、そう硬いやつで、ルーターっていう機械、その15万ぐらいする機械を今 X さんから借りてるんですよ。でその使い方を教わってきて、この新しいターコイズで次の表現をしようかな。これですね、ちょっと色が青とは違くてターコイズ色なんですけど、これを削り出して削り出して、あのワックスっていうんですね、これロウソクの塊みたいなんですけど、硬いんですよこのターコイズっていうのは。で硬い分その熱にも強くて、リューターとかこう摩擦熱でウィーンと削り飛ばすんだけど、これだとその摩擦熱でドロドロ周りが溶けていって形が整わないの。だからその表現したい幅が増えてきたから、この青のワックスよりも大変なんですよ。あーごめんなさい、わかんないです、勉強不足でごめんなさい。もう本当に僕ね、ゴローズもクロムハーツも何も知らないでシルバーやりたいって言ってたぐらいアホなんですよ。シルバー好きなんだけど、ブランドとか全然詳しくないし、その世界に入ったのもう先月からで、本当に数週間しか経ってないぐらいアホで、僕バカなんですよ。だからやりたいって言ってもその世界のこと全然知らなかったりするんで、多分その X さんっていうそのねパートナーの人だったら絶対知ってると思うんだけど、いいね、もう何その銀細工の職人さんが集まるメッカみたいなところがあるんだ、バリ島の。トルコイシじゃないです、ターコイズっていうワックスですね。今までは3種類あったんですよ、ワックスって。この青っていう、今僕が使ってたの青って言って、一番柔らかくて、そのナイフでも削り出せるぐらい柔らかい。ただその代わりその耐久性とかが弱い。ただその代わり柔軟性がある。で、ゴールドとターコイズっていうのが新しく出たやつなんですね。で、グリーン、要はワックスの色ですね。ワックスの色です。ターコイズとゴールドが、これとゴールドってやつが新しく出たやつで、オレンジって、オレンジじゃない、何だったっけな、緑と紫があったんですよ。緑、紫、青だったんですよ今まで。で紫の特性をさらに強化したようなターコイズっていう、なのでこれ石ではないです、どちらかというと石鹸とかろうそくみたいなもんですね。ちょっと硬い石鹸ろうそくみたいな、これを削って削って穴開けてこう形にしたものが、例えばこういう形にするじゃないですか、こういう形にワックスで削り出してこういう風にする、でこれが製品になるっていう感じですね。エメラルドグリーンとか色はターコイズですよ。
青っていうかエメラルドグリーンよりも青みがかってるから本当にターコイズ色ですね。ブルーと比べるとわかるんですけど、もう本当ターコイズって感じで、これで新しくパーツを作っていこうと思います。いろいろグッズがあったらいいっすね、いいっすね。で、まだね、いろいろあれなんだけど、もう本当にバックにいるね、一緒に今回のプロジェクトやってる X さんとかも本当のその世界のプロなんで、雑誌にも載ってるし、その芸能人さんの特注のリングとかを作ってるようなもう本職の人なんで、指輪はね一応考えてないです。まだ本当に自分が欲しいものを作ろうっていうのがあって、世界になくて自分の頭の中にあってこんなのが欲しいのにっていうのを具現化する作業なんで、指輪いっぱい素敵なのあるんで世の中に指輪素敵なのいっぱいあるんで、それ買いましょう、はい、僕はないものを作りたいんですよ世の中に、買って売ってるものだったら、売っていいものがあるんだったらそれを買うべきっていう、USB のね、ああはいはいはい、ね、確かに。で、細かいディティールとかはね、ツイッターに制作工程は載せてますので、もしよかったらツイッターフォローしてください。ちょっとツイッターの見方だけ解説させてください。これが僕のツイッターですね。和道配信家ってあるんですけど、例えばこれ今日やった作業なんですけど、こう、これ見てもらうとわかるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。こうやってやってる作業を動画にしてますんで、興味ある人はね、どんなの作ってんだろう、どうやって作ってるんだろうとか、もう本当に何日目、何日から作り始めた、今日制作9日目、作業制作時間66時間。で、こういう風に、こういう技法を今勉強してますよって、もう本当にゼロからやってるんで、一緒に作ってる感覚を味わえると思うんで、ぜひぜひ。で、今回は刻印って言って、その、イニシャルを彫ったり自分のブランド名を彫ったり、シルバー925とか入ってるでしょ、よくシルバーに。これ拡大すると分かるんですけど、シルバーって入ってるんですよ。こういうのいっぱい書いてあるんですね。で、例えばこのワックスを削り出してるんですけど、どん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 そのコンセプトとかがいろいろ変わっていってるんですよ、最初の頃から。だから順を追ってね、こうどういうものを作ってるんだっていうのを写真にアップして、こうメモみたいな感じで皆さんと共有できるような形にしてるんで。あれ、ちょっと待って、9でしょ、あれ9の前は、あれ9、あれ8、あれあれあれ、なんかずれてないかな、ちょっと待ってね、なんかずれてる気がする、ちょっと待って、なんかずれてる気がすんな。あれ？ずれてるな。こういうそのコンセプトイメージとかも、仮定は終えるようにしてる。あれ？あ、俺間違えてツイッターアップしてる。後で訂正しておきます。後で訂正します。ちょっと間違えてますね、僕は。ぜひぜひ、み姉さんありがとうございます。はい、初見さんなのにたくさんアイテムありがとう。今後ともよろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。なんかちょっとずれちゃってたな。ありがとう、ありがとうございます、助かります。ツイッターでね、こうやってメモ残しておいてもらえると、うわすげえな、銀細工の街、ありがとう。こういうねツイッターとかだとね、後で振り返れるんで、すげえ、あー綺麗だな、いいっすね、行ってみたいっすね、
すごい。ありがとう。なんかでも本当に夢叶えていきたいですね。たった一回の人生なんで、なんかやりたいことがいっぱい出てくると思うんですよ。全部やりたいですね。全部やっていきたいです。 なんかさ、こうルーターの練習でワードを折って彫ったりさ、今頑張って作ってる。下手くそだけどね。 素人だから。でもだんだんね、こう手先が器用になってきて、こうやれることも増えてきて面白くなってきましたよ。で、なんかね、こうシルバーでこう食えるようになっていったらさ、若い子とかでさ、本気でシルバーやりたいと、和道で働きたいっていう人とかいたら、なんかこうね、仲間増えていって面白くなるんじゃないかなっていうふうにも思ってるんで、なんか一生懸命やりたいっすね。仲間増やして。寝る前の枠だから歌うか。コメントもないし、歌おう。寝る前ソングだな。そう、リラックスさせて。もうね、疲れて多分この後爆睡するから。リサイタルやろう。リサイタル。閲覧減るぞ。閲覧減らすぞ。ほら、減ってる。何歌おうかな。なんかリクエストある？普段歌ってる歌で。なんか俺が普段歌ってる歌で。ゆいがさん死んだの？なんで？いや、知らん。全然わからん。なんでゆいがさんが死んだの？なんで放送やってないの？音信不通？純恋歌いいね。みすけありがとう。じゃあ純恋歌いこう。純恋歌、長渕剛。長渕剛だよね。マジか。セブンイレブン？セブンイレブンの歌のコードわかんないな。純恋歌。純恋歌歌えるかな。いい選曲だね。好きです、心から愛していますよと、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。前歌ってた？嘘、歌ってた？寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの。
習えばなおさら惨めになるでしょう。だから女に好きにさせといて勝手に好きになったまないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど本当にあなたはひどい人だわ。だからだから、ちょっと待って、こんなに下手だったっけ俺。歌はね、上手いとか下手じゃないよ、歌いたいから歌うんだよ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。ひどかったな。はい、順連歌終わり。はい、次。風船ありがとう、あんこさん。クソ歌に投げ銭ありがとう。クソ歌ではないか、中渕さんの曲だからね。クソ歌唱力だね。美和の歌わかんない、ごめんね。古い歌とか簡単な歌しかわかんないの、ごめんね。日によってクオリティが違う。今日疲れてるね。今日ひどいね。ありがとう、花火ありがとう。さて次は何かいい歌ないかな。花火ありがとう。じゃあ好きな歌歌うわ。ありがとう。毎度おなじみ歌おう。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたりずっと夢を見て安心してた僕は Daydream。でもそれは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても、ちょっと待ってね。あ、今は彼女を写真の中で優しめて僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は。 Daydream Believer そんで彼女はクイーン。僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーン。これがセブンイレブンの歌か。忘れてた。ずっと夢を見て見て今も見てる僕は。 Daydream Believer そんで彼女はクイーン。ずっと夢を
た僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン、ずっと夢見させてくれてありがとう、僕は Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。セブンの歌なんかね、セブンイレブンの歌だっていう認識がなかった、頭がおかしくてさ、俺もさ今日さ X さんと駅で待ち合わせしたんですよ。あんこさん花火ありがとう。 X さんと駅で待ち合わせをして、でそのあとあるところで待ち合わせしたの。そしたら全く逆の方向行っちゃって、ごめんなさいって僕こういうところあるんですよっつって、2駅戻る時にまた話し込んじゃって、今度戻りすぎちゃってX さんの最寄り駅まで行っちゃって、ごめんなさいっつって、また話し込んじゃいましたっつって3往復したかんね目的地に行くまで。本当にアスペ、本当にアスペ。もうね、自分でねそういう時ね、ああもう病気だなって思うんだよね。話し込んでるとガーってその話に世界に入り込んじゃって、何回も何回もそれ寝坊とか遅刻とかしちゃって、本当本当にダメな大人です。なぜ巡り合うのかを私たちはいつも知らない、いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ、の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない、なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、衣となくて震えてた風の中だ、手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの巣をかばうかもしれない、たての糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。いい歌だよね、中島みゆき。
中島みゆきでね一番好きなのがさ、あの中島みゆきの何のアルバムに入ってるんだか何の CD だか分かんないんだけど、あの多分ね B 面に入ってたんじゃないかな。ちょっとね古い曲だからよく分かんないんですけど、うん、あー風船10個ありがとう、好きな歌歌います。すごい勇気をもらえる歌なんで。私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がるよっしゃ子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまってつけもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。父の敵は私です。ファイト戦う君の歌を知らない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を触れながら登ってゆけ。暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ流れ落ちてしまえば楽なのにね。安こけてそんなに痩せこけて魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場通知を握りしめてあいつは海になりました。ファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。初縄文が田舎の町に後出しで砂ばかるって言われてさ、出てくんならお前の身内も住めんようにしちゃるって言われてさ、うっかり燃やしたことにしてやっぱり燃やせんかったこの切符あんたに送る券も取ってよ。にじんだ文字東京行き。ファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。あたし男だったらよかったわ。力ずくで男の思うままにならずに進んだかもしれないだけ。あたし男に生まれればよかったわ。あーやべ転調した。あーこ魚たちの群れキラキラと転調したかった。ラト海の中の国境を越えてゆく。諦めとやめよう。ごめん転調した。コード進行が変わったからごめん。一番いいとこなのにごめん。俺のギターのねスキルが追いつかなかった。君が涙の時には僕はポプラの枝になる。ナイスフォロー。
孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払った。遠い夜ここにいるよ。愛はまだここにいるよ。いつまでも空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。よし、じゃあ次最後の曲にします。最後の曲何がいいかな。最後の曲それで寝ます。僕は何がいいかな。最後の曲、関節がバキッつった今。これにします。偶然ありがとう。最後の曲です。落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない。大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。15の夜、盗んだバイクで走り出す。行く先も分からぬまま、暗い夜の帳の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした。15の夜、冷たい風、冷えた体、人恋しくて夢見てる。あの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける。闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないけど、のりこと俺は将来さえずっと夢に見てる。ああ大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちのすべてならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な15の夜。盗んだ
軸で走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ覚えたてのタバコをふかし星空を見つめながら自由を求め続けた15の夜盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした十五の夜ありがとうありがとうありがとうまた会いましょうありがとうはいパチパチありがとうやっぱね間違えた時はねやっぱリスナーさんはねあってあって言わないとはいありがとうまあというわけでね本当に楽しく過ごせました皆さんありがとうございますちょっとね息抜きにねやりたいことをやるっていうのがやりたいことやらないと死んじゃう病気なんで本当に今日はね気持ちよく歌わせていただきましたケビありがとうございます告知をさせてください。ステゴロ2に、6月に出演することが決まりました。第2回戦ボクシングルール2分2ラウンドで直樹兄さんと戦います。それに伴ってですね、このステゴロステッカー500円で販売してます。送料プラス、200円いただきますので、こちらが500円。で、通常のステッカー各1000円ずつで販売してますので、もしよかったらね、ジムとかね、グローブとかいろいろ、捨て頃に向けて費用がかかっていきますので、ぜひ皆さんステッカー購入していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ツイッターか DM にて、受け付けておりますので、入金が確認取れ次第随時発送しております。ぜひぜひこちらの方もよろしくお願いします。こちら限定品で200枚限定で、もう40枚売れてるので残り160枚限定です。再生産は一切ないので、ぜひ、捨て頃頑張るんで、皆さん記念に1枚買ってください。携帯に入りたい、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。ツイッターの DM からいいんですね。では皆さんお疲れ様です。ふわっちのフォロー、YouTube のチャンネル登録など、各 SNS の登録よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう